3分の1終わりました。はい、行きましょう行きましょう、偉人の26歳、こちらでございます。うん、ドン、名もなき歌をリリース、桜井和寿。ねえ、ミスターチルドレンですよ。1996年、はい、10枚目のシングルとなる名もなき歌をリリース、うん、初1週目売り上げ100万枚を超え、日本初のシングル曲、1週でですか、えぐ、日本初、日本初のシングル曲、1週目で売り上げ100万枚を超えたのは日本初のシングル曲、最終的に200万枚を超えるダブルミリオンの売り上げ、すごい歌いましたね、流行ったね。ジャケットがあのベローだなんかね音出すね、なんかブレーとか言うねこれ26歳、すごいね、天才やわ。やっぱもうすでにスター、超スターですね。さらにっていうね、えぐい。そんな又吉さんの26歳、こちらです。忖度なき占い師のちょっとした忖度。忘れてたこれはあの横浜にすごく当たるって言われてる占い師がいるみたいな噂を聞いて、じゃあ行ってみようかって言って同期の芸人と一緒に行ったんですよ。でそこであの手相を見てもらったんですね。すごい褒められて、マスかけそうだねみたいな。で覇王戦もこう出てるねみたいな。でなんかこうすごい、あ、これなかなかないですよこの手相みたいなんで、何か物を作ったり物を書いたり、なんかそういう自分の感性を使える職業をすればいいんじゃないですかみたいな。で、あ、で何やってんのって言われて、あ、実は芸人なんですっつったら、めっちゃ褒められた。いや天職やみたいな。で僕はすごい嬉しかったんですけど、その人が、あ、こんな手相の人あんまり見れる機会ないから、もうサンプル取りたいから、あの名前教えてって言われて、名前伝えたら、その占い師さんがめちゃくちゃテンション上がって、ほらみたいな、でこれ何画何画でしょみたいな、31画かなでしょみたいな、で本出して、ほらここにって言ったら、さっきその人が俺の手相を見て言ったことにこう一致するような内容が結構あって、ほんまですねみたいな、すごい嬉しいですって。手相と自覚がリンクしてたんですか。リンクしてたみたいで、多分その人がテンション上がったような、うん、何歳みたいな、もう一回手相触りながら、で26です、26、21、28、29、30、31、32、33、33、35、あっって言った。え、怖っ。手ポンポンでされて、あの体だけ気をつけてって言われて、うわ35って言われて、帰り道でなんか言うてたな、多分普段言わへんことをテンション上がってもうて、うん、こうノリで言ったあかんの 言ってもうたって思ってたら、一緒に行った同期の芸人が、大丈夫だよ死なないよって言い出してで、いや死ぬとは思ってなかった、そこまでとは思ってなかったっていうのがありましたね。統計学やけど、35にもう死ぬと思われたんでしょうね。あっ、35、あっって言って、ね、体気をつけて、内臓系って言われた。うわぁ、でも大丈夫ですよね、うん、胃は子供の頃から悪いから、それは関係ないもんね。いやいや、酒めっちゃ飲んでるから、酒めっちゃ飲んでるから、その胃は昔からじゃなくて、酒めっちゃ飲んでるから、うん、っていうことがありましたね。初めて聞きました。ちなみに26歳の時に、僕は初めて小説を書いてます。え、マジックボーイズっていう、手品師とかマジシャンをいろいろ撮った写真の中に、なんか文章、ちょっと不思議な文章を入れたいっていうお話をいただいて、でその編集者の方が西加奈子さんとか、うん、石田イラさんとかもいたかな、にちょっと不思議な話を書く人にお願いしたけど、全部断られて、もう書いてほしい人がいなくなってしまって、誰かいないかなって、その社員さんたちに、うん、こうなんかそういう不思議な話書ける作家おらんかなって募ったら、作家じゃないけど、そのピースの又吉っていう芸人がなんかちょっと変わった文章を書きますよみたいなのが来て、最初会議でネタにされてて、じゃあもう又吉に頼むみたいな、なんかオチで、会議のオチで使われてたけど、一回みんなで見てみようってなって、で僕が当時書いてたブログを見てくれて、あれみたいな、意外といいんじゃないみたいな感じで声かけてくれた。それを初めての顔合わせで
全部正直に話してくれた。信用できる、うん、信用できますね。写真見せてくださいっつって写真見たらなんかすっごいいい写真やったから、あ、これやったらちょっとやってみたいですっつって、ただもう本当お金がないからそう原稿料みたいなのが ほとんどお支払いできないみたいな、うん、でもいいですよっつってやりますっつって60枚ぐらいを書いたんが最初ですね。60枚でもそれはあのお金払われへんって言ってたんやけど、原稿を送ったらすっごいその編集者の方が喜んでくれて、うん、いやこれお金払わんわけにはいかんっつって、当時の僕からしたらもう破格の1ヶ月分以上のギャラくれて、その辺からなんとなく吉本以外の外でも文章を多分2005年2006年25、6ぐらいから書き始めたっていう感じですね。僕も唯一見てたブログが又吉さんでしたね。でメールしてました当時、いやこの足痛いだけの分めっちゃおもろかったですわ、好きやったな。さあ、うん、文豪としてのストーリーが走り出しました。ここからどうなるんでしょうか。26歳でした。さあ、ここのセンター来ましたよ。来たね、やっと来ました。センターまでいい感じよ。どこがやねん、長いわ。めちゃくちゃ長いわ。長すぎるわ。行きましょう。偉人の27歳です。こちら、はい、地球は青かった、ガガーリン。ガガーリン、オッケー。1961年、人類初の有人宇宙飛行としてボストーク1号に単身搭乗し、一躍時の人となった。地上に無事帰還した直後の取材で地球は青かったと答えた。うん、誰もが知ってますよね。知ってますね。地球は青かった。さあ、私はこちらです。はい、中野坂上の空は青かったんですね。どういうことですか？この時期もさ、お金がなくて、はい、もうだって僕、世話になってますよ。うん、だけど風呂なしアパートに住んでた頃ですね、はいはい、吉祥寺の風呂がなくて、うん、築70年超えの、うん、でトイレも共同っていうとこに住んでて、だから僕はアルバイトせずに家賃を抑えてなんとかお笑いだけで食っていこうっていう風なスタイルを取ってたんで、うん、でやってたんですけど、だから後輩が増えてきまして、もう吉井とももう出会ってるし、はい、いろんな後輩が27歳の誕生日の時に、特に一緒にサッカーやってたメンバーがお祝いしてくれた、はい、パンサーの尾形君とか、うん、あのしずる村上とか、うん、みんないて、児玉とかもおったと思う、うん、で新宿の居酒屋でその誕生日会を開いてくれた、うん、で又吉さん今日は後輩が出しますって出してくれた、でありがとうって言って、で2軒目は俺がって言ったけど金ないからごめん、ちょっとコンビニでお酒買って花園神社でもええかなってでコンビニでお酒買って花園神社行ってみんなで飲んでたんですよ。でしずるは当時すごいもう忙しくしてたから、うん、悪いなと思って、で村上に何回も村上もうそろそろタイミングでタクシーで帰りやって言ってたけど、村上はいやもうちょっと一緒にみんなと飲みたいんでみたいな感じで言ってくれてて、まあ、ごめんなみたいなこと言いながらみんなで朝まで飲んで、うん、じゃあ始発で帰りましょうってなって、うん、でみんなでこう新宿の方に歩いて帰るときに村上が、うん、マテさんじゃあ僕ちょっとっていうで、みんなからこう離れていったんです、うん、だからみんなは電車で帰る、うん、でも村上は、まあ、忙しいしもう稼げてたからプロとして、うん、だけど後輩やから目立たんように集団から離れて、それは村上の優しさでもあるやんか、うん、優しさと品の良さというか、うん、で距離を取ってタクシーを止めたんですけど、パンサーの尾形くんがあれ村上がいねえなって言い出していやまあ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 俺はなんとか尾形くんの集中力をこう、はい、そごうとするんだけど、はい、あいつもしかしてタクシーで帰ろうとしてんじゃねえだろうなって言い出して又吉さんが電車で帰ろうとしてるのにふざけてんじゃねえぞって言ってなんかうわーっつってブワー走って一回こけてあおやでまた立ってくっつって
あの野良さんようにしてガンってタクシーに行ってくださいって言ってで俺も走って行って、じゃあもう行き行き村上って、まあそこの角曲がってから乗りみたいな、で尾形君を連れて帰ってなっつって、もうあいつあれでええねんからって言ってみんなで帰んねんけど、俺はもうその気まずさに耐えられへんくて、ほな俺も帰るわって言ってタクシー止めてさ、もう尾形君はそれでも何か言おうとしてた、私は何タクシーで帰るんですかみたいに、でも他のもうちょい先輩が言うなみたいな、うん、分かってますもんね、うん、みんな分かってるから、うん、じゃあありがとうみんなまたなって言って、あの走り出して運転手さんにすみません中野坂上で止めてくださいっつって多めのあの、うん、もう7分ぐらい走ったとこで止めてもらって、そこから電車で帰りました。でも新宿はさ JR やからさ割と早いねんけどさ、うん、中野坂上着いた丸の内線まだ走ってなくてさ、ずっと一人で待って、これ誰のせいなんやろうなみたいなまあ尾形君のせいでもないよなとか考えながら、いろいろあるなと思ってっていう時期ですね。僕この時に南阿佐ヶ谷住んでて、うん、又吉さんと散歩用してたんですよ、うんうんうん、でその日又吉さんがいつももうちょい話したいのにっていう感じで帰るみたいな感じだったんですけど、うん、どんどん南阿佐ヶ谷にこう攻めていくんですよ、うんうんうん、ぐん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 、うんうん、でなんか風呂とかって言うんですよ。で俺は又吉さんに内緒で、なんで内緒か分からんけど、うん、同棲してたんですよ、うん、でこいつ恋愛にうつつ抜かしてるって思われるの嫌やなと思って、ああなんかそう思ってまう時あるよな、はい、で僕はどうにかして家に泊まる流れを防いでたんですよ結果又吉さんがなんか察して、ほなじゃあまあ、うん、今日は阿佐ヶ谷から帰るわみたいな感じで終わったんですけど、うん、あの時は僕彼女行ってっていうのはちょっと言えてなかったです。風呂借りるプロでしたからね私は劇場の風呂は全部把握してたし、あと都内の割と劇場の近くにある漫画喫茶のシャワールーム100円で入れるとこ、でもう店員さんもこいつ15分しか滞在せえへんプロのシャワー浴びやと思ってるからで俺もエレベーターバンって開いて店員さんと目合った店員さんがもうシャワーセットとマジで鍵出してくれんねん。うわやってましたよ。いやちょっとすみません話長くなりますけど、そうあの僕この靴ねニルっていうほんまにかっこいいデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人が下北かなんかの古本屋さんで働いてたと、うん、奥さんかなで働いてて、又吉さんが多分本めちゃくちゃ、あこの人本物やな多分思ったんですよ店員さんが、うん、すっごいその本を読みに来てとかこの探しに行って買ったり、あとその自分のあこれも読んだからっていうので手放したりするのをすごい熱心にしてる男性おるっていうので、このニルのデザイナーの嫁さんは古本屋で働きつつも思ってたらしいんですよ、うん、そのただ本好きの人っていうのが芸人さんになって、いやこの人本好きやねんなって言ったら本好きっていうのでも出てきて、そうそうそうってなってた、うん、この又吉さんが旦那の靴を履いてるってなって、うん、え運命やんこれってでもその時に多分、うん、買って売って買って売ってて多分お金なくてもずっと本、うん、だから家賃を下げて好きなものを使って後輩に食わすって多分この時期ですよね。多分その時期やな、ね、まさにうずここからクライマックスに突入しますか。突入するんじゃないでしょうか。偉人の28歳、こちらでございます。インド航路開拓への旅をするバスコダガマ。偉人の29歳はバッドワールドツアーで15カ国123公演マイケル・ジャクソン。すごいね。あげるとここやなと思ったらもう完全に幕が閉まってたあれ嘘やろと思って